にちは。お邪魔いたします。こんにちは。こんにちは。はい、あの漫画読んでるとこも申し訳ないんですけど、はあ、はい、これからしほちゃんの机の引き出し紹介をしたいと思いまーす。ガチで言ってんの？はい、よろしいでしょうか。たまにはたまにはこうね、突撃でいきなりやらないとね。よろしくないです。あのいつもほら綺麗にしてるところばっかりさ、映してるじゃん。だからたまにはいきなりやってこんだけ汚いよっていうところもね、たまにはガチで見せた方がいいかなと思いまして。そしたらさ、また掃除しようって気になるかもしれないじゃん。っていうかもう机の上も超汚い。うわまあいいや。じゃあとりあえずいいですか、はあ、見せてもらって。ダメって言ったらどうするの？あ、見て見てこれ。何これ？あの映画見に行った時にね、特典ですって。へえ、なんだっけ、もらったの。バイオレット、バイオレットのやつか。そうそう、はい、やばいよねこれ、ちょっと本当やばいと。あ、でもね、これ見せたらね、あの見てない人ネタバレになっちゃうんだけど。はい、だからいいです、もうその話は。今日は机の引き出し紹介なので。はい、はい、じゃあね、まず一番上から見せていただきたいと思います。大丈夫ですか？じゃじゃーん。どうですか？汚いですよね。もう見せるの嫌だった。だってさ、使うもん、うん、まあね、使ってんですか、やっぱり。うん、こんな感じですね、うん、ほぼこっちは使ってない。うん、ちょっとこれ、ちょっとこっちですよね。こっちは使う、こっちは。こっちは使ってる、うん、結構、うん、うーん、結構こっちは使ってる。ここに入ってるもん、もうペンとか。これここに入ってるのを使ってんの？この隙間。いや、隙間に入っちゃった。入っちゃったのね。だってこれ意図的に入れてるわけじゃないのね。向き違うやつもあるじゃん。うわー、まあでも立ってるもん。だってどうなのこれって、しほちゃん的にはどうなの？綺麗、綺麗なのか、うん、これは。なるほど、うん、十分。私的には、うん、もう 80% ぐらい綺麗。 80% ぐらい綺麗な感じ、うんうん、あ、そうですか。だってチャック開いてるもんね、これ。え、開いてるもん。でも綺麗なんでしょ？綺麗だよ。あ、そう。はい。綺麗です。じゃあ、まあいいでしょうか、こんなもんでね。はい。汚いですけど、皆さん。綺麗ですよね、皆さん。どうでしょう。じゃあ次行ってみましょうか。2段目。あとこれ、閉まらないんですよ。そう、閉まらないじゃん。ちょっと。強引に閉めてるけど。これ強引に閉めると開かなくならない？だからさっき椅子がこう持ってかれたんだ。あ、そうかそうかそうか。あ、直しなよ。はい、じゃあ2段目お願いします。2段目多分超汚いよ。うん、いいよ。皆さん心がけよう。じゃじゃーん。じゃじゃーん。雨入ってる。いつのこれ、大丈夫？待って、伏黒出てきたんだけど。え、知らないよ、傘出てきてるし。え、マジでここにあったの？探してたの？私これなくしたと思ってた。もうこんな感じでございます。マジか。もうね、全然この辺使ってないから。お、クラッカーが出てきた。この辺はね、綺麗だと思う、うん、あ、クリクラ。あのね、うん、イヤホンたちはよく使うからね。イヤホン、うん、クラッカー。あー、こんな感じですね。綺麗じゃね？綺麗なのこれって、うん、この辺財布で、あ、財布に、あれに。あ、懐かしいね、これね。懐かしいでしょ、これ。アイカツカード、みんなアイカツって覚えてますか？超懐かしくない？懐かしいでしょ。超懐かしいね。こちらが集めてたもんね。なんかアイカツのね、アイカツのゲームはやんないけど、カードだけ集めてなかった。あー、ゲームもでもこの時代はよくやってなかった？あ、やってたね。やってたよ。ゲームやってたじゃん。うん、で、カードがどんどん集まっていったんだよ。ね、でね、うん、こっちのがね、すごいの。あ、そう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 。こっちの私がやばい。ほら、やばくない？全部なんだっけこれ？スペシャルレア。こっちがすごいよね。そう、こっちがすごいですからね。うん、集めたよね。懐かしい。スーパーレアって言うんだっけ？なんて言うんだっけ？呼び方も忘れちゃった。なんとかレアだよ。なんとかレア。ノーマルとレアとなんとかレアだよね。うん。
いや懐かしいことで懐かしい。すんごい、うん、もうさ昔はさプリパラと外活ばっかりやってたじゃん。やってた動画もやってた。その頃から見てくれてる人いるのかなね、懐かしいね。懐かしいよね、うん、今なんかさ、うん、なんか2次元と3次元がごっちゃになってない？外活。うん、全然見てないからさ、ね、ママも全然わかんないんだけど2次元と3次元ごっちゃになってたその前 CM 見た時に、うん、まあ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 こんな感じでちゃんと閉まっていただいて。まあもう閉まる閉まり方忘れちゃった。え、閉まり方あるの？あったの？あったんですね。もういいや、はいはいはい、じゃあ次3段目3段目いきまーす。じゃあ超綺麗じゃない？もう超綺麗どうですか皆さん、何この毛糸毛糸があるけど、でこれがプリパラです、うん、あプリパラ本当だ、懐かしい。やばくない？懐かしくない？超懐かしい。懐かしすぎる。でさあ、え、これ隠さなくていいの？このえ、でももうこの機械ないからよくない？え、まだあるよね。まだあんの？まだあるでしょ。でもね、懐かしい。なんかね、うん、この前整理したとここ整理したの、うん、それでさ、うん、これ漁ってたのよ、うん、あ懐かしいと思って、うん、でさこれさ、うん、プリンセスアイドルでさ、うん、いいねがさ、うん、1中100千万4千万なの、うん、でもさ、うん、だからでもさこの辺から探すとさガチでさ、うん、ないのよ4千万のやつが。あ、じゃあ全部3千万なの。捨てちゃったのかな？多分最新すぎるものは捨てちゃったのかな。最新すぎるのが一切なくて。そっか、中途半端なところのものだけ、そのファイルに挟まってるものだけ残ってたのかな。そういうことだね。そういうことだね。だからいいのばっかで、いいのしかない多分。うん、なるほどね、うん、こういう、うん、こういうやつ恥ずかしくない？恥ずかしい。誰だっけ誰だっけ覚えてない。でもこの人が着てるやつ着てた、うんうん、あのアニメで着てたやつ、うん、でもアロマとみかんちゃんだけは覚えてる。確かに。なんでだ、懐かしい。懐かしい。プリパラもやつやったね。ほんとよくやったよね。ほんとよくやったよね。ね、なんか超可愛くない？ね、超可愛くない？可愛いですけどね、まあ、あ、置いといてもプリパラはもう、まあまあ知らない人もいるかもしれないで、はい、この辺は何のファイルなの？え、この辺、この辺はこの辺、これはあの便箋とか。あー、なるほどね。これなんだっけな、多分ね、うん、あ、これ友達の、友達からのプレゼントも入れてて、うん、プレゼントというか、お手紙とか、うん、なんかピンク取れてるけど大丈夫ですか？あ、よく取れるんですよそうなんですね、うん、取れていいやつですね。整理した時にやっとこれを見つけて、うん、あ、なるほど、なるほど。それまでなかったから。あ、そうなんだ。あとはもう、あとはもうなんかね、なんか学校のプリントとかが入ってるやつですね。あとこれね、腹筋なかったね。あー、作用紙、作用紙使ってない、全然使ってないけど、はい、これ何これ？え、それね、それも画用紙とか書いてる、こういうほら。あー、なるほど。あー、全然これが好きだった。オッケーオッケー。で、貯金箱、貯金箱入ってんのかね。うん、こっちにお札で、お札入ってんの？うん、で、こっちに小銭。あー、で、小銭今全然ないし、やばくない？これ全小銭の全財産？そう、500円玉と5円玉2枚しかない。もうしょうがない。でね、これ見て。あ、懐かしい。ジージーが買ってくれた、幼稚園の時に。そうなの、まだ撮っといてる。思い出ですね、これは。でもなんか飾りようがなくてさ、葛西臨海公園にね、行ったんだよね。そうなの。で、ずっとさ、うん、あの引き出しに入れてるんだけど、うん、でもジージーさ、動画見てくれてるから、ジージー、マジで撮ってやるよジージー、ジージー見てくれてるからきっと喜んでるよ。マジ？うん、まだ撮ってあるよって。まだ撮っといてるんですよ、一応あとね、このこのね、うん、あの剣玉もまだ取っといてんの。あ、これもじいじにもらった。もらったっていうか、もうしんちゃんが勝手に持ってきちゃったんじゃないの？もらったもらったの、ちゃんと了解してもらった多分そう、これもね、じいじがね、ずっと持ってた剣玉をね、うん、そうなの、持って帰ってきました。もらってきましたもらってきたんですね何かしら、あとないよね、特別。これスマホの箱でしょ。うん、なんか面白いもんないですかね。
あとね、なんかありますか？あとね、このね、コマさんの缶にコマさんのグッズがあって、あー懐かしい。妖怪ウォッチ、皆さん覚えてますか？しょうちゃんね、妖怪ウォッチはコマさん派だったんだよね。リミコマジロー派だったんだけど、そうそう、リミ私コマさん派で、あー懐かしい。まだね、コマさんのね、もう結構入ってる。懐かしい。相変わらずあるのね。相変わらず取っといたの、僕の、うん、これも全部コマさん。あー懐かしいね。ちょっと懐かしいね。はい、も全部、これ全ほど全部コマさん。うんうん、あとね、うん、あのね、妹の友達のね、お母さんがね、コマさんのやつ作ってくれた、うん、あーそうだよね。それも多分どっかに埋まってる。あった、これ、うん、あーこれもね、ずっと撮ってあるね。これも幼稚園の時に、だからもう6年ぐらい前、6、7年前だよね。そうなの、ずっと撮ってる。ずっとね、撮っといてます。入んなくなっちゃう。いい思い出ですね。あと、これね、確かね、そう、何これ、これもプリパラでね、みかんちゃんのね、視聴者さんが描いてくれた絵とかちゃん、あ、まだここにいっぱいあんじゃん。あ、ここにも入ってるね。入ってんじゃん、ここにみかんちゃんのグッズがね、あるの覚えてたんだよ、うん、あ、みかんちゃんのグッズ懐かしいね。あ、まだあんじゃん。まだあるね、プリンセスアイドルの時はあるんだけど、やばじゃあそこに入ってたんだね。ここに入ってたんだ。まああまりもうプリパラをやる機会はないですけどね。もやらないですよね。やらないですよね。え、なんかカードがめっちゃ入ってるんだけど入ってんじゃん。じゃあめっちゃ入ってるんだけど待って、これプリちゃんになった時のじゃない？やばくない？あ、プリちゃんにね、ほらなんかね、見てこれ。あ、プリちゃんもちょっとやったよね、ちょっとだけだけどね。やったわ、懐かしい。やばい、懐かしい、懐かしい。まだね、あのパキらないでいってるの、うんうん、リミって感じしない？どれ？この女の子リミは絶対青髪だったよね。そうだっけ。うん、リミちゃん青は好きだから。え、ほんとリミって感じするんだけどね。まあそんな感じですかね。そうですね。はい、あとこれずっと撮っといてるんですよ。可愛くない？超可愛い可愛いよねこれ ね、うん、ね、リミちゃんの部屋にアロマちゃん貼ってあるし ね、本当に本当ありがとうございます。ありがとうございます。あともう見てもつまんないです。そうですかとか言って、はい、はい、ということで、はい、どうでしたか。もう見たいとこないですよね。んっていうかもう机はこのね、引き出しはこの3段しかないんですね、しほちゃんはね。他はなんかないですもんね、見せるとこって、うん、特に特にないですよ ね。この辺もこの辺筆箱です。歴代の筆箱が、そうですね、筆箱が詰まってるだけだし、この辺とかもだって、ペンとか絵の具でしょ。あ、これ絵の具か、絵の具、これで、これがね、あのねシール、シールじゃなくてね、なんだっけこれ。あ、そう、レジン、レジン、レジンの道具が入ってるね。これ全部レジンで。なるほど。あとほら、だからレジンだから用事。だから用事なのね。見てよ。あ、あ、一個だけ残ってた、まだほら、これ一個だけ残ってました。ほんとだ、昔ね。あ、まだ、あ、まだ2個あんじゃん。もっと作れよ。作ったっけ、レジン。あ、まだいっぱいあんじゃん。あれでプラ板で作ったんだよね。そう、プラ板で作ったレジンを塗った。そうなの、プラ板がね、うん、ここにね。懐かしいね、自粛中ね。よくない、自粛中ずっとプラ板作って、すごい増えたね、プラ板やばいよね。やばこれ全部プラ板やば。お気に入りのじゃあ一つを見せていただきましょうか。え、なんかね、私カノオ大好きでさ、うん、あ、そうだよね、カノオのいっぱい作ってたんだけどさ、見てこれ、うん、やばくない？なにこれ、失敗作これ。なんかね、なんかね、もうなんかどう見ても失敗作でしょ。ちょっとなんか、リタ君があってやば。これにね、レジ塗ると透明感が出てね、うん、超良くなるんだけど、うん、なんか失敗作しかないんだけど失敗作したの。あとね、超ちっちゃく作ったの、見てこれ、超ちっちゃくない？あ、でも可愛い、いいじゃん、上手にできてる。でもレジン塗ってないんだけど、うん、あと字汚いよね失敗作しかないんだけど、今度また作ろうかな、プラ板ね。冬休みね、旅行もね、なんかカナオしかいない、キャンセルしたし、特にね、予定もないんですけどね。ね、これよく作れたのにさ、うん、あのさ、うん、レジンのせいでカナオがすごい見えづらくなった。あ、これはレジン塗って失敗したパターンだねこれ
なんでさ。まあしょうがないしょうがない。ちょっと今鐘が鳴ってるけどすみません、うるさくて。ちょうど今4時、4時か、ねずこ4時です。ねずこ、ねずこねずこも作ったんだね。うん、うん、鬼滅ね、好きだった時のもんね、これね。そうなの。いや、懐かしいことで。ねえ、全然なんか鬼滅しか作ってないな、私。だって鬼滅だったもん、その時好きだったの。今はもういろんなもね、漫画に映っちゃって。今いろんな、やばいよね、うん、増えたよね、漫画。うん、まあ漫画とか語らすとまた長くなるから今日はね、あくまでも机紹介なのでよろしいでしょうか。 OK、 大丈夫、よろしいです。はい、こんな感じですね。こんな感じでしょう。すいませんね、汚くてね、皆さん参考にはならないと思いますけど、いつもいつも綺麗な引き出しじゃないよってことですね、翔ちゃんはね。うなずいております。うんうんって。うん、そんないつも綺麗保てる人なんていないと思いますよ。だって机の上だってさ、この前さ片付けたばっかりなのにもうこんなですね。見て、飴入れたの、ここに。え？飴入れたの。あ、本当だ。かわいい。のど飴はね、常に持ち歩いて、うん、持ち歩いて。カービィそれ。カービィの一番くじで当たったやつ。かわいいかわいい。一番くじこれや、これもらった後にあのカービィのおまんじゅう食べた。すごいですね。すごいですよ。なんか起こっ、あれだよ、倒れてるよ。え？これ。あら、残念残念。オッケー。なんて書いてあるの？え、どうも。こんにちは。どうもこんにちはになってる。あれ前からこんなんだったっけ？ねえ、前からこんなんだった。変えた？ママに呼んでもらえた。変えた。変えたよね。びっくりした。前こんなんじゃなかった気がして。前はね、犯人は君だった、うん。そうだよね。どうもこんにちはなっててビビった今。あ、でこれつけたんですね。これ。あ、つけたんですけど。前につけてなかったもんね。でもね、写真にしようかなと思って。あ、そうだね。ここ白黒だからここも白黒にしようかなと。うん。あとこれもまだ白黒にしようかな。あ、こそこれも写真ね入れられるんだけどなかなかね。うん。そうね、本当は推しの写真とか入れてさ本棚に飾ってもいいんだけど、うんうん、あでも星がいるんだよなあいつ。でもちっちゃいここでしょ、ここ本棚に飾っても推しの写真飾ってさ、うん、ねえ、なんか星の隣のさあれぐちゃぐちゃじゃない、あれってこれ、このメッセージねえ、なんかぐちゃぐちゃになってるけど大丈夫ですか。読めればいいじゃん。読めないよねめちゃくちゃじゃん。ほら、ほら、いいじゃん。そこに置くの。だって上のは空いてる。あ、そこでいいじゃん。その星の隣でいいじゃん。うん、その辺に置いておけば。無理やり感すごいじゃん。あの文字が気になるけど、あの汚さ。これ、これ汚すぎるけどね。あ、重なってんのね。どう、これでわかる？あ、治った。司法、はい、治りました。はい、治りましたね。はい、治りました。はい、OK ですか？ OK です。はい、はい、ということでね、今日はね、突撃しおちゃんの引き出しを閉めてるし見せていただきました。もう勘弁してくださいね、はい、また今度はどこにしようかな。いやー、右側の棚かな。やだ、最近この棚紹介してないよね。え、ガチでこの棚汚いからね。めっちゃ拒否られました。勘弁勘弁、はい、多分一生しないと思う。マジ？はい、あ、でも本棚の紹介ならいつでも。本棚はもういいです、間に合ってます。はい、次ウォークインとか言われたら嫌だな。抜き打ちでウォークインとか無理。ウォークイン抜き打ちはちょっとまずいよね、うん、だってね、映せないもの出てきたら困るし、ね、ゴキブリとか出てきたら無理。G が出てきたら G、 やだ G 無理。はい、はい、ということで今回はね、抜き打ちされました。はい、の机紹介でしたね。はい、ということで皆さんも綺麗を保ちましょう。はい、皆さん持ってちゃった、皆さんは机をちゃんとで綺麗にしてね。いや、あなたも綺麗を楽しみましょう。はい、それではバイバーイ。
バイバイ。私別に綺麗じゃなくてよくない？自分が使えればいいと思って。ねえ、人に見せるものじゃないんだから、まあね、確かに使いやすさを重視ですよね。だから別に入っちゃって大丈夫なの。ちょっと待って、今そう気づいたの。OK、バイバイ、はい。